政府は来月上旬にもまとめる緊急の経済対策で旅行に最大3万円を補助する方向で検討を進めています新型コロナウイルスの感染拡大で観光業界は深刻な打撃を受けていますこのため政府は感染が収まった後に4か月程度の期間を設け旅行会社を通じて国内の旅行商品を購入した人に代金の半分程度 最大で3万円分のクーポン券をを発行すすることを検討していますまた、コンサートなどのイベントについてもチケット会社を通じて購入した場合2割相当を補助することで調整を進めています。